はい、こんにちは、長澤です。11月最後の日曜日、皆さんどうお過ごしでしょうか。私の住んでいるところではですね、初雪が降りまして、スタッドレスタイヤ、うちの車2台ありますけども、妻の分と合わせて、計8本のねスタッドレスタイヤ交換を行いました。非常に疲れましたということで、今日はねあんまり深いことを考えずに、ミニ四駆をねただただ走らせたいというふうに思いました。ということで、何を走らせるかと言いますと、前回までの動画で作ってきたこちら FMAR ですね。まあ熟成は進んでおりませんけれども、とりあえず走れるようにしたといったような感じのマシンですね。こちらと AR シャーシですね。この前に作ってきたこの AR シャーシです。これは普通の AR シャーシとして、まあ基本に忠実にね、まあ、初心に帰ってという感じで、作っているマシンでございます。こちらちょっとね仕様はいろいろ違いますけれども、今回この2台をね、ただただ競争させてみたいということで、走らせたいと思います。まあ、なるべくスピード帯を同じにしようということで、こちら今トルクチューン2モーター入っておりますけれども、トルクチューン2モーターもう一つ持ってないので、トルクチューンモーターをね FMAR に入れて、走らせてみたいというふうに思います。はい、こちらですね、トルクチューンモーター、久々取り出してきました。前肩軸やった時に何個か買ったんですけども、この1個だけ残っております。ちょっとこれ回さないとね調子出ないかもしれないですね。はい、あとこの FMAR の写真、前回の動画で、まあ、ステーつけたんですけども、リアの方はね、ちょっと傾きがよろしくないということでございましたけれども、ここですね、ここに AO パーツの紙ですね、上についてる紙、この部分ですね、ここを切り取ってこう2つ折りにして挟み込みました。このぐらいの厚みで私の場合はちょうど良かったです。というか前回というかね、前に作った即興で作った FMAR も同じ紙をね使いました。なのでこのぐらいがちょうどいいのかなと思います。ただいつかはね紙じゃない何か硬いもので、作りたいなというふうに思います。なるべくね外れないようなものでね、作ってみたいと思います。はい、ということでちょっと前置きが長くなりましたけれども、トルクチューンモーターをね入れて、走り比べしてみたいと思います。ということでこちら AR シャーシ対決でございましたけれども、単純に、トルクチューン2モーターが速いという結果でございました。
まあ何も考えずにね、ただただ走らせただけだったんですけども、結局ねやっぱモーターの違いが結構でかかったということでございます。車種の比較には全然ならなかったですね、今回は。はい、まあちょっと何か比較するというつもりでやったわけではなかったんですが、まあそういった結果だったので、まあいつかね、条件が似た車種にできれば、あのモーターをねなるべく同じ回転数のものを2個準備して、また比較してみたいというふうに思います。はい、ということで今回は疲れたので AR シャーシで、ただ走らせて遊んでみたよというお話でございました。また見てねー。